冬場もそうですけれど、外は快適でも車の中って日が当たってこうこもるので意外と暑かったりしますよね、車の中は。なので、ね、換気なども含めてね、した方が良さそう。ゲートブリッジもね、よく見えておりました。ね、本当今日はよく晴れた空となっております。さあ、それではですね、ここからは紅葉リポートをご紹介していきたいと思います。さあ、どんな紅葉が広がっているのか見ていきましょう。まずは神奈川県横浜市のリポーター目にのたんさんからです。9月にリニューアルを終えたマリンタワー山下公園の紅葉と競っていますということでいただきました。何ここ、マリンタワー、行ったことないや、マリンタワー、すごい、行ったことない。何これ、中入れるの？入れるんだ、行ったことない。なんか結構高さもあって景色も良さそうですね。高さない？そんな高くないの？嘘、だって高そうだよ。そんな高くないの？なんか高そうに見えたけど、なんか今スタッフさんがそんな高くないって。あ、そうなんだ、すごいなんか高そうに見えたのに、なんかじゃあ競えるくらいなの？そんなことない。あ、来たら競えない。さすがにね、さすがにね。そんな低くはないけど、なんと木ほどの、低さはないけれど、だからといってそんなにすごい思ってるほど高いかって言われたら高くもないっていう、そんな高さだそうです。すごいみんなに教えてもらいながら高さを見ていく。ないそうですよ。で、結構ね、黄色くね、こう染まっていて、でもまあ落ち葉も結構あるので、そろそろ終わりなのかなといったような状況ですから、まあ、今のうちにね、楽しんでいただければと思います。みーちゃんを何だと思ってるの？みーちゃん言って、みーちゃんを何だと思ってるの？みーちゃんは、確かに身長、キャスターの中ではね、一番高いですけれど、ただ、こんなね、さすがに高くないですからね、はい。あ、昔は高さ日本一の灯台だったんだ。越したのがあるってことでしょ、そうなると昔はってことは。あ、灯台じゃなかった。なるほど、灯台じゃなくなった。なるほどね、そういうことか。誰かがこう灯台としてこう越してきたのかと。そういうことではなくなった。そういうことで、灯台ではそもそもなくなったってことですね。すごい、みんなに教えてもらいながらいろいろ解決していきました。では続いて見ていきましょう。